田さん、うちの実家は農家なんですが、親父が帰ってきて農家継げって。石川、辞めちゃうのか仕事を。辞めて戻ってこいって。そうか、石川、ちょっとトイレの裏の石めくってみようか。石？ああ、石めくってみよう。このダンゴムシがどうかしたんですか？そのダンゴムシ、よく見てみろよ。生き生きしてる。そうだ、全然動いてないけど、すごく生き生きしてます。それはな、ダンゴムシはこの石の裏が好きなんだよ。田中さん、俺、この仕事が好きだ。だから親父には農業のことなんて知らんって言います。おう、近藤、決定やれ。はい、決定やります。大丈夫、決定やれ。はい、足の裏でしっかり蹴ります。